お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日も2人です。はい、そうですね。またどっか行っちゃった代表。いやいや、大事なお仕事が。いや、そうですね、あの、はい、このチャンネルを見てくださってる代表ファンの皆さん、はい、あの、次は多分いるんで期待しててください。はい、はい、ということで今日も2人でお届けするんですけど、はい、ね、最近、まあ、全国的にもあの緊急事態宣言も明けて、はい、どうですか伊藤さん。そうですね、なんか、はい、ちょっとずつ、はい、こうね、人の動きというかが、うん、まあそうですよね、感じられるなっていう気はしますけれども、うん、でほら学校もね、うん、給食が始まったりだとか、はいはいはい、いろいろそんな話もね、うん、お客さんから聞いたりとかで、6月からもね、こう普通に、はい、授業が、うん、授業が始まったりとかするけど、うん、みんな疲れてますね、ちょっとね。いや、そうなんですよね、うん、やっぱりこうね、周りの方とも話を聞いたりしてても、うん、やっぱりこうね、自粛だからなかなかこうね、外に出れない。そうそうそう、本当にどこも行けないし疲れたみたいな声も結構聞くんですけども。結構ね、はい、うん、で、あの、引き続き、まあ、うちのお店ではね、そういうお客様に安心安全にご利用していただくためにっていうところで、はい、まあ、あの、消毒であったりとか、うん、まあ、検温であったり、うん、あとソーシャルディスタンス、まあ、その辺は ね、 ね、しっかりこう引き続き、うん、ちゃんとやっていこうというところなんですけど、はい、あの、ここで一つちょっとお知らせなんですけど。何何何よ、そんな期待してくれるんですか。うん、まあね、私あんまりこうお店のこと知らないからそんないいよ言って。はい、あのですね、一応6月の1日から、はい、まあ、やっぱりこうこのコロナでね。すいません、6月1日、はあ、2日は定休日となっております。3日からだね。3日から上げ足を取らないでもらって。あ、ごめんごめん3日からですね、じゃあ6月の3日から、うん、あの、営業を、営業というか、うん、普通に、まあ、定休日明けて営業になりますけども、はいはいはい、その日から、はい、ということになりますかね。じゃあやっぱりそのコロナでね、こうなかなか外に出れず、うん、疲れた、疲れてる、リラックスしたい、したいって思っている方に、はい、うちのお店ヘッドスパのキャンペーンをちょっとやろうと。っていうか、じゃあ、じゃなくて、へぇ、あ、へぇ、へぇ、いいじゃん。うちの店のヘッドスパって、うん、癒し系よりはどちらかというと、はい、フィットネスに近い感じなんだよ ね、 ね、結構しっかり、うん、リンパをまずは流して、うん、あの、ツボをね、はい、刺激するヘッドスパ、はい、痛気持ちいい感じのやつね。そうなんです、うんうんうん、ちょっとそのキャンペーンをやろうと思っていてですね。イエーイ、やってほしいということで、こう、うん、まあ、皆さんにね、そういうちょっとこうリラックスした時間を過ごしていただけたらなと思ってまして、う で、ね、うん、で、こう頭も本当にたくさんツボがあってですね、うん、もう体の部位どこが疲れているっていうところに対して、ここが効くとか、はい、ここ、ああ、もう押されて痛いっていうところは体のこの辺が疲れてるかもしれませんよとか、うん、そうだね、まあ、そんなことが分かったりとか、うんうんうん、ということでですね、うん、ぜひ皆さんにも体感していただきたいなと思ってるんですけど。そうだね、うん、ぜひ、あの、うちのヘッドスパを体感してくれたお客様に言わせると、はいはい、やっぱりこうきちんとし、あの、ツボをね、刺激するじゃない、うん、で、あの、目つぶっててヘッドスパが終わって、うん、パチって目を開けると、うん、すごい視界がクリアになる。そうですね、結構言っていただけることは、うん、皆さんやっぱり言って、ね、それは言っていただけるから、はいはい、今って結構ね、スマホだったりパソコンだったり、うん、まあ、そういう常にこうブルーライトを浴びたりとかするから、うんうん、か目もやっぱり疲れてる方、はい、すごく多い。ちっちゃい子も目疲れてるしね、何気にね、はいはい、うん、そうですね、うん、ということですね、まあ、6月3日から、はい、そのメニュー、ね、キャンペーンをやっていこうと思うので。ありがとうございます、はい、伊藤さんにも私にもして差し上げましょうか。やった、ご褒美じゃんぜひお願いしたい。検討します。はい、はいはい、ということで、ぜひ皆さんにもね、体感していただきたいので、ぜひ体感してください。はい、はい、ということで今日はちょっと告知も含めた動画ということで、うんうん、完全告知しかしてないけどいやいやいや、なんてことも言うまあそうだね、はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。